い、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日4月の25日、給料日。いや、まあそこはどうでいい、どうでもいい。給料日はどうでもいいんだけどね。いやー、今日はね、ほっともっと。4月だ。ハンバーグ&カットステーキ弁当。ハンバーグとカットステーキがこうセットになっとるんですよ、これもう。言ってみればもうボンと正月がいっぺんに来たもんみたいなもんなんですよ、多分ね。いやー、素晴らしい。890円でちょっとお高め。しかし、価格の、なんつった？うまく今。しかし、その価格の価値がある。それでは、早速、開けてみたいと思います。オープン！これどうよ、もう おいしそうでございます。もうハンバーグにカットステーキ、最強の組み合わせ。なんでこの組み合わせが今までなかったのかって。もう一種類ハンバーグとね、エビフライとチキンステーキのやつが出てる。あれ、明日食べようと思って。な、俺炭酸がないぞ。ごめん、炭酸持ってくるの忘れた。はい、すいません、炭酸持ってきました。はい、ね、あっちはね、また明日食べようと思ってましたけど、もっとうまいんだから。あー、もう腹減った、よだれ出てくる。じゃあとりあえずお疲れ様です。よっす。美味しいね。美味しい。ああ、ほっとした。ほっとしたところでホットモットを食べようってね。で、これちゃんとカットステーキ、あのちょっとしか入ってないのよ。ちゃんとステーキソース一袋入ってるの、これ。ステーキ食べて、唐揚げも今日ステーキソースで食べる。ステーキソースで食べる唐揚げ、いやー、美味しそうだね。ご飯大盛りね。まずはね、ハンバーグから。今日ハンバーグこれ、あとソースが新しくなって美味しいんだから。ハンバーグいただきます。いただきます。本当にうまい。はい、素晴らしい。ホットモットのハンバーグ、素晴らしい。うん、またこの米がうまい。この前コメントでホットモットでね、おかずだけ買って帰って、ご飯は家のご飯食べたらいいんじゃないのみたいなコメント書いて、あなたは何も分かっちゃいない。ほんと、あなたは何も分かってない。ホットモットは米がうまい。いや、うちで炊いた米がまずいって言ってるわけじゃないんだけどさ、ほんとホットモットご飯美味しいのよ。うん、おいしい。
ットステーキ。食べます。このカットステーキだけで腹いっぱいにして。うん。話は思いっきり変わんだけどさ、またあの 30% 引きの入浴剤見つけた。これ30円引きじゃないよ、 30% 引きよ。これは安い、これは安い。あとどうでもいいかな、あとあのレンコン半額だったんだよ。ごめんなさいね、どうでもいいと。入浴剤 30% 引き嬉しいんだから。うわ、うん、うん、ほっともっと言ったらね、女の人のね、ウーバーイーツの人がいた。いつもマー君が住んでる地域、ウーバーイーツとかってさ、全部男の人ばっかりだったのよ。で、なんか初めて女の人のウーバーイーツが。自転車でやってた。でも自転車でも採算があるぐらい案件あるのかね、この辺。案件じゃないよ、 YouTube じゃないんだよ。案件じゃないよ、その出前みたいなね、あるのかね、注文が。うん、なんか知り合いの人にね、話聞くとね、ウーバーイーツでお昼時、ご飯時とか夕飯時っていう時ってちょっとね、お金がいいんだって。そういう時間帯を狙ってみんなやってんだって。ほっともっとウインナー入ってくるよ。あー、うまっ。今日も疲れたけどご飯おいしいね。食べる飯じゃないよ。ああ、ステーキソース買ったから揚げすげえうまい。うん、こっちに余ったハンバーグのソースもかけちゃう。うん、まあ明日もほっともっと食おう。明日もう一個の方のね、チキンステーキのやつ、のハンバーグのやつ。それでは、ごちそうさまでした。皆さんまた。
お会いしましょう。さようなら。